最近編集、家だと集中できないので結構カフェとかで編集することが多いです。なんかレンタルオフィスとかそろそろ借りようかなと思ってます。とりあえず一段落ついたのでトレーニング行きたいと思います。ティファニーのコラボスニーカー、なんか抽選初めてやってみようと思って、あのナイキのアプリ落として登録してやったんですよ。寝坊しましたなんかそのあるあるらしいんですけど、ちょっと寝坊しちゃいました。スニーカー買いに来ました。エアージョーダンとかダンクとか、まあ、そういうスニーカー好きの方が持ってるスニーカー買ったことがないので、今回はそれを買ってみようかなと思います。ということで買ってきます。スニーカー買いました。買ってご飯食べようと思ったんですけど、週末で人が多くて人の多さに疲れたのでエコダまで来ました。今日何も食べてないんでご飯食べようと思います。これ減量中、まあ、いつも飲んでます。特茶、なんか緑茶飲みながらトレーニングするの結構調子いいんですよね、うん、聞きたいんですけど、毎年減量企画動画やってるじゃないですか、ビフォーアフター。今年どうですかなんかさすがに4年ぐらいやってるから今年も必要なのかなとか思ったりするんですけど、それすごい知りたいのでコメント欄までお願いします。あともう減量入ったという証でサプリケース持ち運んでます。こんな感じでマルチビタミンとアルギニン、あと乳酸菌とビタミン B カフェイン入れてます。このアマゾンで売ってるこのケースが個人的には一番使いやすかったですね、うん、結構量入るし小分けになって使いやすいですね、うん、でトレ前なのでアルギニン5ミリガットのやつ飲んでます。アルギニンは血管開いて血流促進させてくれるので、まあ、パンプ感もすごい強いですし、テストステロンの、ね、向上も期待できるので非常に大切。俺がすごく大切にしてるのはこのアルギニン。男性の場合は特に ED とかになった場合っていうのは勃起治療薬を飲んだ方がいいんですが、バイアグラとか飲んだ方がいいんですが、アルギニンでも研究では 20% の勃起改善が見込めたっていうね、まあ、これちょっと本当に笑い事じゃなくて、まあ、そういうことって本当に大切になってくると思う。バイアグラって血管拡張作用がある薬なので、海外のビルダーの方とかはパンプ目的でそのプレワークアウトとして飲む人もいるらしいです、うん、ってことでさっきスニーカー買ってきました。エアージョーダン、これ初めてですね。まあ、こんな感じの黒とグレーの配色で、エアージョーダンってカラーバリエーションを楽しむものなんですね。いろんなカラーがありました。でハイカットだとやっぱり履きづらいっていうのでローカットにしました。エアージョーダンってクッションはほとんどないんですね。フラットなので確かにトレーニングにはすごく相性がいい靴だと思います。なんかいいですね。確かにこのカラーバリエーションがたくさんあったからハマりそうであと GU いでトレーニング今日する T シャツがなかったので買ってきました。コカ・コーラの T シャツ可愛くないですかこれ。それ熱くない T シャツが自分はなんかトレーニングしやすいなと思って、うん。Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lawler, a king, but they're not aware of it. $40 to show money, that's what they stole from me. Blow it all bowling, guess I roll funny. Go find me a snow bunny. Ask if this cold world's making her nose runny. She melted. I wear a cape that is velvet. Couldn't see it, she felt it. See it all like I'm Elvish. Move my hips like I'm Elvis. I don't pitch it, I sell it. Couldn't picture me jealous. Turning fans into zealous.最近肘と肩痛かったのでベンチプレス控えてたんですけど、ベンチプレスまたやってます。今年からかもしれない。100キロメインセットでやってるっていうのは。New cards, new deck, new life. King of cups, he comes up right. Always, all days, all night. Sing do I, do I, do I. New cards, new deck, new life. King of cups, he comes up right.Always, all days, all nights, sing do I, do I, do I. ああ、疲れた。日焼け止めってもう夏だけじゃなくて毎日塗った方がいいんですよ本当は。まあ僕は日焼け止め塗ってるのでお風呂に入ってクレンジングして洗顔するのが一番なんですけど、ちょっとその前にご飯どうしても食べたいっていうので
家帰ったらもうすぐ日焼け止め洗い流したいんですけど、めんどくさいのでお風呂入るのは拭き取りますで使ってるのはこれビオデルマでございます。でこれは拭き取りのクレンジングと保湿もできるので、まあオールインワンのものなんですよね。お酒飲んでベロベロになって帰ってきた日とかはもうこれだけこれでもうわーって済ましちゃう。であとうちの化粧水バラバラバラってかけておしまいみたいな時もあります。もうこれすらもめんどくさい。コットンにビオデルマつけるのすらめんどくさい時はこのビオレのクリア拭き取りシートを使ってます。拭き取りシートとか、まあこれはコットンもそうですけど、やっぱり摩擦になりますから毎日毎日使うのは良くないんですけど、もうどうしてもめんどくさい時とはこういうので、とりあえず落とすっていうことは大切ですね。ご飯です。スーパーで寿司が安かったので買ってきました。最近ですね、人とマグロを食べる機会があって、なんと食べれるようになったので、こういうパックの寿司もね、今までは買えなかったんですけど買って食べれるようになりました。で、あとは豚しゃぶ、なるべくヘルシーな脂身が少ないものを選んで食べます。いただきます。ちょっと箸変えたいね。豚しゃぶとこれちょっと箸を変えたいです。なんかそういう細かいところあるんですよ。あ、こんな感じの一日でございます。いつも通りセミナー科学を少し勉強してまあちょっと夜遅いんで、まあ1時間だけね、あの勉強して寝ようかなと思います。減量ようやくスイッチが入ったんですよ。例えば明日からやろうとか日付変わったらやろうとか、なんか全然俺そういうのでできなくて、何日から減量ですっていうような感じの計画的な生活でもないし、なんか今年やばいなみたいな、いつも思うんですよね。2月3月ぐらいは、あ、今年やばいな、本当に減量できないなみたいな感じなんですけど、なんかある日突然スイッチがパンって入るんですよね。だから本当は今回はもう1月から減量して春夏ぐらいの大会出てっていう感じだったんですけども、去年の年末ぐらいの予定ではやっぱり伸ばし伸ばしになってしまったんですけど、まあよかった、3月中にちょっとスイッチ入って、はい、バチッと入ったので、今年はねちょっと大会やっぱり俺優勝したい1回ぐらいやっぱり優勝したいんで、まあ、優勝目指して頑張ってやっていきたいと思いますっていう感じです。それでは。